今回は伝説のスタドン屋の鬼盛りスタミナ唐揚げ丼ですね。こちら食べていきたいと思います。いやーすごいですね、別添えですよこれ。唐揚げとこちらご飯ですよね、まあ、タレとマヨネーズもついてるんですけど、こちらタレとご飯ですからね。いやそもそもこれだけでも結構な量ありますからね。これに唐揚げがどんどんって乗るってとこですからね。いや素晴らしいですよ。とりあえずマヨネーズをキャベツにつけてですかね。唐揚げをポンと乗せるってとこですかね。いやタレも染み込んでますね。これはすごいですよ。でさらに別のこのニンニクダレですよね。これもついていってますからね。いや隙がないんじゃないですかね。いやこれはすごいですね。ニンニクの匂いが上がってくる感じですね。いやこれはパンチがありますよ絶対。確かに鬼盛りっていうだけあってこの唐揚げの存在感が桁違いですからね。素晴らしすぎますよ。早速切ってみますかね。これ切ったらどんな感じですかね。鬼盛りってだけだとすごいですね。これこの重量感ですよね。いや桁違いですよ本当に。ドンってなってますからね。ちょっと唐揚げが逃げちゃいましたね。早速じゃあこれからいただきたいと思います。うん、こうも変わるんですね。これニンニクが強いんだ。全然別の食べ物ですねこれ。いや本当に別種になってますね。いや素晴らしいですよこれ。この感じですよね。本当に唐揚げとは思えないぐらいのパンチが効いてますね。うん、例えると普通の唐揚げとチキン南蛮ぐらい違いますねこれ。そういう意味だと本当に別種の食べ物じゃないですかね。いやこのニンニクの切り替えは他に出せないんじゃないですかね。うん、初めて食べましたこんなにニンニク切れてるのですね。いやこのタレの感じが桁違いですからね。鬼盛りっていうのが分かりますね。確かに鬼盛りですね。うん、で鬼盛りちょっと言い過ぎかなと思ったんですけど、この一つ一つの唐揚げがパンチがあるんで確かに鬼って言っても差し支えないかもしれないですね。素晴らしいですよ。中までこうすっきりしてていい箸休めになりますしね。やっぱいい商品じゃないですかね。
うん、いや、やっぱこの存在感は違いますよね。いや、桁違いすぎますよ。いや、コーンも違うんですね。ニンニクダレ強いですね。いや、素晴らしいですよ。うん、すごいですこれ。いや、ここまでパンチのある唐揚げでもないですよね。この重量感は本当別格ですね。たまんないですよ。いや、この鶏皮もいいですね。この感じですよね。カラッと揚がった鶏皮ですよね。うん、味がよく染み込んでますね。まあ、でもこのキャベツは結構いい足の爪になってくれてますね。こういうのもいいんじゃないですかね。いや、いいですね。うん、途中ご飯と唐揚げの配分を誤ってた気がしますけど、でもこの唐揚げのパンチが強いんで全然ご飯結構いけますね。いや、スタ丼屋なんですけど、カレーも美味しいってやっぱりすごいですね。カバー範囲が広すぎますね。いや、たまんないですね。というところで、今回この伝説のスタ丼屋の鬼盛りスタミナ
唐揚げ丼をいただきました。ご視聴ありがとうございました。